ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちらです。レゴで作るチューリップです。先日組み立てたバラと一緒に発売されました。今回は組み立てて一緒に飾りたいと思います。売れ行きはバラの方がいいかなと感じましたが、これは一緒に飾った方が可愛いと思います。まだ組み立てていませんが、こちらのブーケはかなり売れているようです。こちらのセットは2袋で説明書1冊でした。同じものを3つ作るので簡単に組めそうですね。ちなみにこんなチューリップも過去に発売されました。と思ったらこれはバラですね。2010年頃発売されました。ということで本日もよろしくお願いいたします。完成です。それではゴミ作りどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。やっぱり一緒に飾るべきですね。チューリップだけだとちょっと寂しいです。ちなみにこの花瓶はボトルシップです。バラの動画でも言いましたが、 Twitter で教えてもらいました。こちらのセットは2021年1月1日発売、111ピースです。バラのセットと一緒に買っても3000円くらいなので、かなりおすすめです。花瓶は手持ちのレゴで作っている方も多いです。少しお水が入っていますが、なんと水替え不要です。組み立ててからのプレゼントもいいかもしれませんね。ということで今回はチューリップでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。